はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、練習のスイングと試合のスイングをより同じに近づけていく秘訣について皆さんに伝えていければと思います。よくね、質問とかで実際に練習でやってるスイングが試合になるとなんかスイングが変わってしまいますみたいな質問を受けるので、今回はですね、その練習と試合のスイングを極限まで近づけていけるようにするにはどうしたらいいかというところについて、解説できればというふうに思います。で、結論から言うんですけど、これ手投げのバッティングよくやってください。で、なぜその練習のスイングと試合のスイングが違うのかっていうと、試合に近い状態で練習する機会が少ないからなんですよね。例えば、まあ僕が中学校の時とかはもうほとんどマシンバッティングしてましたし、高校の時もそうなんですけど、やっぱりこのピッチャーとガチ投げでこう、まあいわゆるBP ライブって言われるものですけど、ピッチャーが実戦と同じような形式で投げてきてそれを打つ機会っていうのは少なかったわけですよ。で、そうなるとやっぱりスイングっていうのはずれてきやすくなる。だから僕もその練習の時と試合の時のスイングが全く違ったんですけど、じゃあどの辺ぐらいからこう同じような感覚で打てるようになってきたかっていうと、やっぱりそれが手投げのバッティング練習をたくさん取り入れるようになってからなんですね。で、自主練で、まあ、よくティーバッティングとかする選手多いと思うんですけど、それを手投げで打つように変えていったんですね。で、手投げにしたことによって、まず正面から来るボールをたくさん打てるようになるし、マシンバッティングとの違いは、ストライクだけじゃないし、ボールも変化するし、毎回コースも違うんで、まあ、いろんな球に対応しやすくなるし、まあ、ゲームにより近い状態で打てるようになるので、ここでその自分のスイング固めていったっていうところが、まあ、その練習と試合でのスイングっていうのが、こうよりこう近づいてきた要因だったんじゃないかなって今振り返るとすごい思います。まあ、もちろん、実際の試合にたくさん出れれば一番いいんですけど、やっぱりそれでもレギュラー争いとか、してる子たちとか、ベンチメンバーの子たちっていうのは、やっぱ必然的にこう打席数っていうのは減ってくると思うんで、まあ、そういう子たちは手投げのバッティング練習をするのがすごいおすすめです。まあ、それを、まあ、ゲームにより近い状態で取り組んでみるっていうのがすごい大事で、例えば、18.44 までいかないけど、それに近い距離で投げてもらうとか、少し球を速くしてもらうとか、まあ、カウントを決めてやるとか、ランナー想定してやるとか、いろいろ工夫してやっていくとめちゃめちゃいいです。マシンって体感できないようなスピードを体感できるっていうメリットがあったりとか、まあ、速いボールですね、に振り負けない練習とか、まあ、そういうメリットがある一方で、毎回ストライクだし、同じテンポで来るし、っていうので、一定のタイミングを取れれば打てるんですよ。ただその一定のタイミングに頼ってしまうと、実際の試合でこうタイミングを崩された時には対応しづらくなってしまうんで、手投げで投げてもらった方が対応しやすくなるし、ゲームに近い状態でバッティングフォームを固めていくっていう作業が、一番効果的なんじゃないかなって思います。なんで、練習のフォームと試合のフォームが全然違うよって言われる子たちは、ぜひこの手投げのバッティング練習を多めに取り入れてもらって、フォームを固めていってもらえればというふうに思います。で、手投げをたくさんやり始めて、フォームが安定してきたっていうふうに感じたら、ぜひコメントをいただければというふうに思います。はい、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。